組み込み前の30万行ってまたちょっと次元の違う。いや、これはしんどい、確かに。プログラミングというよりは体力を作ったかもしれないですね、ここでね。はははは。フリーの横地と言います。フリーは創業からおりまして、9年目になるんですけども、フリーと共に成長してきたっていうですね、過去がありまして、ずっと順風満帆ではなかったと思うので、そこについていろいろお話しできるかなと思っています。ドンという感じで、なんか上下のある感じの。ありますね。じゃあちょっと順番に若かりし頃からいろいろお話伺っていければなと思うんですが、はい、25歳のところかな。はい。学生時代は大学院まで行って、ネットワークとかコンピューターサイエンスの勉強をしてたんですけども、コンピューター大好きだったんで、全部見られる垂直統合で、メーカーすげえってなってですね、全部見てみたいと思ってソニーに入りました。で、組み込みの本番レベルのものを作るのは初めてだったので、うん、まあ、ここで結構定例やお作法みたいなのを叩き込まれました。楽しいですよね、定例や。楽しいですね。ハードウェアでデバッカーつけてね、ステップ実行とか、みんなあんまり、想像ついてないと思いますけど、はい、ベター C としての C++ の使い方とかね。確かに、コンパイラーが古いからみたいなね。そうです、そうです。まあ、コンパイラーとかも自社製ですしね。あ、そうだったんですね。すごい。確かに。そう。コンパイラーは CPU によっていろいろ提供されてましたね。なるほど、なるほど。2010年新卒だったんですけど、ちょうどですね、リーマンショックの影響を受けてですね、一番メーカーが調子悪い時だったんですね。で、もともと60人ぐらいのチームだったんですけど、じゃあ20人にします、みたいなの言われて、じゃああなたはこの人とこの人から引き継ぎをしてください、みたいなですね。めちゃくちゃな量のソースコードを引き受けて、すごく勉強になったんですけど、毎日9時から24時次まで、みたいな感じで、残業代は幸いに全部出てたんですけど、結構ここで趣味のコードも書けないし、ずっと仕事だし、みたいな、ちょっと辛い日でしたね。これも、組み込み周りのってことですか？組み込み周りの30万行ってまたちょっと次元の違う。次元違いますね。あれですね、それはすごい残業だけ。コードジャンプとかできないんで。いや、これはしんどい、確かにしんどい。すごいですね、これが。じゃあでも横地さんを作ったあれかもしれない、ね、そうですね。どっちかというとプログラミングというよりは体力を作ったかもしれないですね、ここで、ね。なるほど、すごい。でもここから上がるんですね、一番どん底。そうですね、うん。そんなこんなで、土日も、まあ、半分ぐらいは出社してたんですけど、たまの休みでですね、面白いこと考えてる人がいるから会ってみないかっていうことで、まあ、社長と出会ってですね、お互い意気投合して、じゃあ1ヶ月後に会ってプロトを作ってみようよみたいな。で、プロトを作ってみたら2日間でそことこのものができたので、じゃあ2ヶ月で退職して一緒にやろうってなって、そこで1年何も起こらなかったら解散するっていう約束で、まあ、この頃始めましたね。ソニー、まあ、今やね、すごいけど、その、まあ、その当時もやっぱり大企業で、そこを抜けて、創業というか、自分たちでやるぞっていうことに対してって、どういう踏ん切りがあったんですか？まあ、思ってたスピードで成長が、そんな時は見込めないなと思ってたんですよね。うん、後でまた出てくるかもしれないですけど、僕は人より仕事の方が余ってるところに行きたくて、その方が成長できるかなと思ってたので、当時は結構人が余ってるというか、プロジェクトのリーダーを務めさせてもらえるのが10年後です、みたいな感じで言われてたので、ちょっとそれは僕の考えるキャリアのスピードとは違うなと思って、うん、まあ、他の機会を探してたってところですね。なるほど、なるほど。じゃあ、もともとちょっと他のちょっと大企業のスピード感っていうのはちょっと違うなとか、それで任されるまではっていう思いがちょっとこの頃は出てきてって感じなんですか？そうですね。まあ、あとそこそこ、まあ、プログラムも書けるようになってきて、まあ、ちょっと、なんか、一丁試してみたいなっていうのと、あと家族も特にいなかったし、あと、なんか、月4000円の余剰の寮に住んでたので、まあ、失うものは特にないかなと思って、なるほど、なるほど。これで。なるほど、なるほど。でもまあ1年で中飛ばの解散というような約束でと、そうするとまあ1年後は気になるところですね。気になるところですね。会計フリーをリリースしたのが2013年の3月の19日だったんですけど、この年の確定申告は15日だったんですね。
なるほど。で、最近と違って。そうです。最近伸びてるんでね、1ヶ月伸びても大丈夫ですけど、ここでですね、最初の大失敗をしまして、やっぱりマーケットに1年早く出ることってすごく今考えると大事なんですけど、まあ、この頃はあんま分かってなかったなと思っていて、ここで最初の商機を逃したっていうのは結構今でも社内でバカだった教訓としてですね、毎年逆にお祝いしてますね。同じ過ちを繰り返さないでみたいな感じで、はい。でもこんなに確定申告時期っていうニーズの高まりの明確なプロダクトもそんなにないというか、クックパッドのバレンタインと一緒で、あの普段の10倍弱とかのアクセスが来るので、うんうん、逆にリリースしたら負荷に耐えきれず終わってた可能性もありましたけど。なるほど、はい、確かに。でこういったところでちょっとビジネスとそのプロジェクト管理というか、はい、スコープ管理みたいなところも感じながら、でもキャリアとしてはあの順風満帆な方にこう次はどんどん進んでいくって感じですかね。そうですね、全てが新しくて、でとにかくどんどん価値も世に出せるし、技術的負債もまだまだないし、というか気にならないし、というので、もう日々邁進する毎日でしたね。フリー特集っていうのは、どういう特集記事だったんですか？これは、フリーを支える技術みたいな感じだったかな。プロセスから技術スタッフから、いろんなハウツーみたいな特集になってましたね。は、まあ見てね、みたいな感じですかね。WebDB プレスを。82号にも載ってるし、後から出た特集、の特集みたいな、ムックみたいなのも出てるんで、うんうん、興味ある方はぜひご覧くださいっていうところですね。ただ今と当時で結構技術スタックとかの前提が変わってるので、うん、そんなに参考になる部分はないかもしれないですね。半分ぐらいかな。なるほど、はい、なるほど。そしてまた下がってくると。そうなんですよね。でここから徐々にファーストステップとしてプロダクトマーケットフィットっていうのがあってですね、しっかり市場に刺さるプロダクトを定義し始められたらですね、今度はプロダクトをですね、どんどんスケールするための準備に入るんですね。で、まあ、ユニットエコノミクスです。より大きなセグメントの単価の高いお客さんを狙いに行ったりとか、今いるお客さんをいかに辞めてもらわないか、使い続けてもらえるかみたいなところをにフォーカスするタイミングが来るんですけど、ここでですね、ずっとコードを書いてたんですけど、いきなりマネージャーをやれって言われてですね、まあ、自分からやりたいとは思ってたんですけども、やっぱりどうしても自分が5人分書けばいいじゃないかみたいな思考にとらわれてですね、なかなか成果が上がらないような辛い時期を過ごしたかなと思いました。しかもちょっと前に3人分までは引き取ってたっていう実績がありますからね。そうなんですよ。逆に任せることで実績を積むっていう成功体験がなかったので、まあ、今考えるとそうやって任せる成功体験みたいなのをちっちゃく積ませてあげるみたいなのは他の人にはやらせてあげたいなと思ってるんですよね、うん、僕はなかなか抜けられませんでしたね、この頃ね。これでも成果が上がらないなというか、そのうまくいってないなっていうのはどういうところから感じたんですか？ダブルの意味があって、一つはこの頃からプロダクト以外のこともやり始めてたんですね。でセキュリティとかインフラ QA とかいろいろやってたんですけど、トップラインに直接聞かないけど会社のが大きくなる、組織が大きくなるために必要なファンクションっていろいろあるんですね。セキュリティとかもそうだし、まあ、QA はまあプロダクト、まあそうですね、うんうん、とか、まあ、インフラもその落ちないことが求められるので、そういったところに対してですね、あんまりプロダクトを書いてる時のようなアドレナリンが出ないみたいな、うん、だからこの頃は本当に経営志向っていうのはあんまりなかったのかなと思いますね。なので目の前のお客さんを喜ばすみたいなのができなくて、ちょっとモヤモヤした時期でありましたね。でもめちゃくちゃグロースし始めてたるタイミングでこういう守りの方に力入れなきゃいけないっていうのは、まあ、確かになんか横地さんの性格的にはって言ったらあれかもしれないけど、辛いのかもしれない。そうですね。僕はこういうのがあんまり得意ではなかったですね。あ、まあ、プラスピープルマネジメントもそんなに得意ではなかったので、すごく合う合わないが結構ありましたね、人のね。で今は相手にまず話をよく聞くみたいな、その傾聴力みたいなのだいぶついた気がしますけど、当時はもうとにかくまず自分のコンセプト言っちゃうみたいな、そういうコミュニケーションだったので、それもあってですね、マネージャーもみんなついてきてくれなかったりとか、みんなが気持ちよく働けなかったりとか、まあ、そういったので結構負のスパイラルに入っていったみたいなのがあるかもしれないですね、はい、なるほど。そしてそこからまた変わっていくって感じですかね。あ、でもこれも同じところ、ね、あ、これもそうですね、うん、はい、うん、で新しい領域を、ね、やるっていうのはすごく楽しいことではあったんですけど、うん、まあ、やっぱりその
まあそうですね。だから、プロダクトの、トップラインを伸ばすぞみたいな方をもっとやりたかったのかもしれないですね。で、まあこのくらいからですね、会社のバックエンドの掃除機とかは人に任せられるようになってきたので、まあ今度はよりプロダクトをエクスポネンシャルにですね、立ち上げる、もっと立ち上げていくためには、この辺からアプリケーションの基盤みたいなものがすごく重要になってきたんですね。今まで2つフェーズがあったと思ってて、1つ売れるお客さんに刺さるプロダクトがあって、それを伸ばすことができました。じゃあ今度はそれをもっと伸ばすっていうコア事業にするのと一緒に、どうしても1個の事業だけでやってるとどっかでパチっちゃうので、プロダクトをですね、ポートフォリオを持ってですね、波の重ね合わせみたいな感じで売り上げをどんどんエクスポネンシャルに伸ばしていくみたいなフェーズが来るんですけど、それに対してプロダクトをいかに早く作れるだとか、大きなお客さんに売れるものを作るとか、プライシングの仮説検証ができる。こういったですね、基盤がすごく重要になってきたので、今度はここを任せずに、まあ任せるんですけど、自分も中に入ってって一緒にやり始めたらですね、やっぱりトップラインに貢献してる感覚が出てきてですね、まあこの辺からだいぶ傾きが良くなってきてるという感じですね。そのフリーの B2B の SaaS プロダクトの成長ごとに CTO としてやることが変わっていって、変わっていく中でまた自分自身の気持ちというかテンションというか、もうこう盛り返していったっていう感じなんですかね。そうですね。あとちょうどこの頃からですね、SaaS っていうものが、どうやら、プラクティスが、サイエンスされてるものが出てきてるらしいということが、まあ、海外の SaaS スターとか、カンファレンスとかが始まってですね、なるほど、今までやってきたことは、こういうストーリーの中の、こういうとこだったのかっていうのが、ピースがはまってってですね、自分がやることがまた見えてきたっていうのが、すごく大きかったかなと思いますね。なるほど、なるほど。もしかしたらね、これ聞いてらっしゃる方にも B2B SaaS 界隈に勤められてる方いらっしゃるかもしれないんで、あれなんですが、確かに海外のその SaaS の事例とかっていうのは、このフェーズでこのアップセルのためのプロダクトラインが増えてくるとか、このフェーズで PMF を実現してみたいな、ユニットエコノミクス改善するよとか、なんか、そういうそのビジネスと、もっと深く言うとアーキテクチャみたいな部分との関連が透けて見えるような情報っていうのは結構揃い始めてるというか、こういう界隈のお仕事する楽しさなのかなと思いながら見てたりするんですけど、グロースハック的なお仕事ってやっぱあるじゃないですか。まあ、それを事業の成長にそのまま当てはめられるみたいな稀有な業界だと思っていて、最近機関投資家の方とかとお話しすることも多いですけど、やっぱり徐々にですね、SaaSのメトリックスっていうのを理解され始めていって、まあ、僕らがですね、ちゃんとプロダクトのメトリックスをちゃんと取ると。で、それを彼らに伝えることで、しっかり資金も集まるというような構図が最近できてきてるなと思っています。なので、エンジニアリングをちゃんとやりきれば、会社のも大きくなるというのが見えやすい領域だと思うので、課題解決が好きなエンジニアの方は本当に楽しいんじゃないかなと思いますね。なんで、ぜひ、もし興味あれば、みたいな。興味あればぜひ。フリーは特にですね、その SaaS を初期からやりきってきてる。で、特に、また、資金調達も、上場で100億、その後で追加増資でですね、350億調達して、まあ、プロダクトをガンガン、自分らで作るのもそうだし、買ってくる M&A を含めた PMI って言って、コストマージャーインテグレーションですね。プロダクトをどうやって、エコシステムを自分らで作っていくのか。まあ、そういったところを、やっていくので、まあ、すごく面白いフェーズかなと思っております。ということで、それで、まあ、またどんどん上がり調子のところですね。そうですね。中長期の。やっぱりそうやって考えていくと、時間軸がですね、3ヶ月とか半年とかから、1年、3年ってこの頃伸びてきてですね、今はだいたい3年から10年ぐらいのタイムスパンで考えることが多いんですけども、そこに対して何をやるかっていうことで、短期的には特に何かを見つけることはできないんですけども、振り返ってみたら、あれやってよかったな、みたいなことをめでるみたいな、そういう境地におりますというところですね。ただ順風満帆になって、その技術的に行動をコミットしていきたいっていう気持ちの部分と、事業の成長みたいなところの一致っていうのが悟りを開いたというか、はい、あ、これをやるんだ、みたいなのが見えてきたから、順風満帆みたいな、そんな。そうです。その通りです。なので、まあ、特にそのセカンドフェーズにおいては、どっちかというと技術戦略よりも組織のチーム作りの方が重要なフェーズだったので、僕はどっちかというとそこが苦手だったので、そこを耐えたことで次自分の力を生かしやすいフェーズがまたやってきたってことかもしれないです。特にこの基盤投資っていうのは、だいたいエンジニアが100人を超えてから1000人に至るまでにガッと加速する部分だと思っていて、今ちょうど自分の力を生かすタイミングかなと思ってます。
チームワークというかピープルマネジメントも含めた業務に携わってた期間っていうのは失敗に近いことなんですか、それともなんかうまく成果は出せなかったけど経験として良かったなっていう位置づけなんですか。まあ、両方ありますね。これはすごく良かったことなんですけど、フリー全体に失敗をですね、減点じゃなくて許容する文化みたいなのがやっぱりあってですね、象徴的な出来事で言うと、僕はマネジメント始めてから1年ぐらいだったな、チームメンバーがもう嫌だって言って、じゃあお前もうこのチームのマネージャーから外れろみたいなことがあったんですけど、それでもですね、その後振り返ってですね、こういうとこを改善して、じゃあもう一回チャレンジしようみたいな、でなんだかんだ失敗はしつつも 3,4 回チャレンジしましたかね。で、まあ今は戦略とか考えるっていうのと並行で2、30人ぐらいの基盤チームを今自分で見てます。これ経験を得たことでこういった次のフェーズの羽ばたきにも使えるようなことがあったって感じですね。はい、まあ、やっぱり新卒を自分で見てるのは結構大きかったですね。まあ見ててどんどん成長していくので、僕の中では成功体験になったんですよね。任せるとこいつがやった方が1年後にはもっといい成果になりそうだなって信じられたというか、そういう体験みたいなのをその中で詰めたら僕の中で大きかったなと思いますね。これからこういった PMI や様々なエコシステムに乗っかったアプリケーションというのは増えていくっていうフェーズとかだと思うんですけど、今フリーさんに行くとどんな経験が できるんですか。はいはいはい、まあ、先ほど その100人から1000人にっていうところで言うと、基盤を作る側になれますということですね。あんまり大きなところ行くと実は基盤がもうできちゃってるので、1000人を超えると大体もうできちゃってるので基盤を使う側にしかなれないし、あと100人未満の組織に行くとまだ基盤に投資できないから基盤を作る人にはなれないんですけど、スイートスポットっていうのがやっぱあって、今のうちのフェーズは今の技術スタックでしっかり基盤を作っていくみたいなところに投資できる経由なところなので、ぜひ基盤を作りたいエンジニアの人、あとは作るのか買うのかみたいなところが今すごい試行錯誤が始まっているところなので、そこの経験を積みたいアプリエンジニアとかプロダクトマネージャーっていう方はすごく参考になると思います。なるほど、大変ですよね PMI とかもね。大変ですね。まあ、これも技術的な仮説とかは結構持てて、インテグレーションのステップっていうのはやっぱりあるでしょう。アカウント連携、あとデータ連携とか、あとはまあシステムそのものの連携だとか、まあ、こういったのをですね、仮説立てて、じゃあこういった、連携の場合はここまでやりましょう。そういったのをですね、やってたりだとか、3年後、5年後のプロダクトポートフォリオはこうなるでしょうから、じゃあここをこうしておくべきでしょうみたいな。そういった自分らで置いた仮説に仮説を積み重ねて、それの精度をうなりながら考えるみたいなのが結構面白いチャレンジかなと思ってます。ありがとうございます。ご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録、グッドボタンお願いします。